はい、こんにちは。カズボです。ドラゴンクエスト 3K ミックス愛し続けていきたいと思います。今回ですけど、あれ待って、これ上か。あれ、橋あの、待って、どこだっけ。これ今ね、ルオールの左側に、あ、そっか。仲間これじゃダメだね。仲間3人で行けば、仲間入るのがいるから、まあ、それ入れちゃっていいかな。まあね、連れていく連れていかない別として、あ、めんどくさいな、ここ。とりあえず仲間外さないといけないんですよ。あ、忘れてたね。4人で来ちゃった。3人で行かないと仲間入んない奴がいる。ついでにやっちゃうか、全部、まあ。とりあえず盗賊外れてもらって、それしかないもんな、フルコさん。3人でね、ちょっと先ほどのとこ行きますね。はい、歩いていたけどなかった。さて、下、あれ船でしか行けないのか、これ。まあいいや。ここに、まあ、岩とかあって強いんだよな、ここな。大丈夫かな、俺。グリズリーやばくない？やばいけどね。すごくね？しかし世界中のネタからダメだ。ああ、だから1枚取ってから拾った方が良かったってことだよね。何も持ってない状態で最初ここ拾って他のとこから世界人の歯取れば宝箱から取れたって話ね。だから力のルビーのところに1個あったじゃん。あれがもったいないんだよね、まずね。やめて。ベテランだったらいいけどね。ってのが怖いんだよ。この下にさ、なんか、あ、これこれこれ。これやばくね？モンスターズでグリズリーかなんか作ったらやばいよね、攻撃力。あれ？これ夜になるときってすれるね。魔女の帽子。おや、珍しいお客さんかい？また広場に来て待て。セリア、これ仲間入るんだよ。あー、ここでちょっとま、いや、あのタイミングで夜はないでしょ。ちょっとここでうろうろして、ね、忍ぐしかない。大丈夫か。こんなところに人が来るなんて何年ぶりかね。私たちは呪術師さ、天地雷鳴師じゃないのか。何、魔王を倒す旅をしているのかい。ふむ、あんたに頼みがあるんだが、うちの孫娘の旅に連れて行ってはくれんかいかい。かわいい孫には、いいえ、ダメかい。残念だね。こんにちは、旅の人。ああ、連れて行っていいんだけど、これ2回動けんだよ。アタシセリアよろしくね。あ、名前、あ、そっか、転職できないんだよね、この子はね。だ、結局こういうキャラになっちゃうよね。レベル5なんだけど、連続魔みたいな扱いんですよ、これ。孫のことよろしく頼んだよ。最初は足の魔というかもしれないけど、引き分けんですから。知ってるよ、強いんだよ、この子。てんだけど、こ
上キャラ入れなくちゃないから、ホイミ使いたいでしょ。だ花子さんが、いらなくなるのかな、そうなってくると。いらなくなってくっかもしんないけど、どうしたらいいんだろうな、これ。もう一体、霜降り肉使って入るやつがいたよね。とりあえず預けて、あれ？この前、盗賊たちがルイダの2階に上がっていったけど、盗賊の組合と合併する噂本当だったんだね。ああ、びっくりした。なんだと思った、今。いや、連れて行きたいんだけどね。だから、花子さん、預けるしかないよね。あれ？盗賊組合が、ああ、そっか、そういうことか。今、3人でしょ？カザーブの右だよな。違ったっけ？あれ？まあちょっと行ってない場所も行きたいからね。ここやばいし、やばいんだよね。いやあ。あ、もう、立ち打ちできるわ。来たばっかりの時行くと大変なことになるからね、これ。ここにさ、なんかあるよね。どこだっけ？あったあったあった。あれ？これ川べりの茂、これ夜行くんだったっけ？あれ？夜かな？闇のランプ。闇。いた。ぐるるる。はい。美味しそうにしもく食べ始めた。ものそうな顔してる。はい。3回で入んだ。盗賊も必要だけどね。これでどうすかな。これ連れてってもいいな。ちっちゃ。だから桃子さんは必要だから、絶対に。で、ホイミ使えたじゃないですか、セリアが。だから、あー、待って、性格か。甘えん坊、切れ者。セクシーギャルにしないといけないんだよな。切れ者でもいいけどね。HP、力上げた方がいいのか。MP0 だもんね。セクシーギャラにしてもしょうがないもんね、これね。性別ハテナだしね。これこそパワーベルトだよな。いや、違う。パワーベルトじゃない。あ、タフガイだ。豪傑になるには、豪傑の。まあ、タフガイでもいいけどな。いや、ダメだ。タフガイじゃダメだ。回復薬大事だよな。スクルト使える人いないと困るもんね。だから魔法使いがいないとまずいんだよな。
どうしよう。どうしようどうしよう。フルコさんはとりあえずいいや。盗賊は預けておいて、レミラーマがあるからね。とりあえずいいんだけど、シーザーとさ、天使の相馬持たせたまま。アナコさん、ルカに使えるもんね。だからセリア上げてどうなるかだよね。どっちに傾くかだよね。一旦シーザーを預けて、あ、でも魔法使い系3人なのか。回復キャラいるよね。ここかな。でもいきなりさ、セクシーギャルっていうのもいるのね。とりあえずフルコさん連れてって、電波だからここをさ、別にここはセクシーギャルにしていいからね。ブルースタッフを渡して、さばきのせいめんどくさいから、あとは魔法の盾、ルーズソックス。魔女の帽子。なもんかな。セキュリティあるなってでしょ。これをパーティーをちょっと強くしようかな。ってるよね、やっぱりそうだよな。さてここを豪傑にしたいんですけど、ちょっと待って、インテリメガネ、待って、豪傑ならないんだったら、待って、豪傑か、これ確か成長してでかくなっていくよね。まあ他にも仲間なるキャラはいたもんね。まあ姿形違うのいたら大体仲間だから。狙われの腕は、豪傑とかなかったっけこれ。狙われ。忍びの服。あ、ないか。豪傑か。世界樹の葉だって預けて、引っぺがしたらあれ。あ、ダメか。袋か。そっか。でも誰か持ってるよな、多分。使いたくないんだよな。しようかな。パワーベルト、甘えん坊はまずいぞ。タフガイ、力、本で豪傑にするって方もあるけど、なかったっけ、なんか豪傑なるやつ。
これとかだろうな。力の秘密が受けだけな。ちょっと待って。一回預けてもいいか。性格変えられるもん取るまでこれでいいかな。ってことはやっぱ、待って。ってことは、フルコさん連れていけばいいのか。せっかく預けたの。でもダメだ。そうなると、あれだ。セクシーギャル。どうしようどうしようどうしよう。ちょっと待って。なんか拾えっかなと思ったらダメだったね。とりあえずスライムピアスでさ、むつりスケベになれるじゃん。まあ結構ステータス高くなったよね、これね。で、タフガイとかはあんま意味ないから、体力と HP、力かな、なんか上がるけど、また爪は爪できる。なんかできないか、これ体。ホイミースーツはできんだ。やったところでどうなの？1個出しちゃって何個あんのこれ。なんで2個あんのこれ。何が変わったのこれ。くじけぬ心ってなんだっけ。クローリンか。9個しか持てないのか。これ1枚拾っちゃったからね、失敗したんだよあれね。これで行くしかないか。まあセクシーギャルであげればいいっしょ。でもどうなんだろう、切れ物の方がいいかな。インテリメガネ取ったよな。どっちの方がいいんだろうな。頭脳明晰、攻撃しないもんな。これもありだよな。こっちの方がいいのかな。切れ物と頭脳明晰。ちょっと待って、どっちのステータスがいいんだっけこれ。やっぱりね、切れ物の方がねステータス上がるんだよね。これだと素早さも上がるんだよ。だけどセクシーギャルだとまんべんなく上がるから、こっちの方がいいのかな。インテリメガネだって上がるもんね。セクシーギャル、これなんか2つ装備できなかったっけ。そういえばアクセサリー2つ装備できるようになるよね。あれなかったっけ、そんなんじゃなかったっけ。ちょっと待って、なんかそんな仕様あったよな確か。誰か話すんだっけこれ。なんかあったようなですけど、まあいいや、ちょっと覚えてない。まあレベル上げよう。どこ行こうかな。ブックマークの旅行こうか。まあランシールに行って、今アリアハンだからアリアハンの左だよな。呪文でレーベに行って、海大丈夫かな。まあここで本当は消え去りそうか。定人部は行けばいいんだけどね。とりあえず仲間強くしたいな。いろんなキャラ入れてやりたいですよ。驚きと惑ってる。まあ大丈夫かな。ももこさんがいないからね。レベル上がったでしょ。すげえな、力すごいやっぱ上がるね、シーザーね。ユーラ、キアリー、ベギラマリ、ネミト、キアリク。すごくね？ちょっと待って。魔法使いいらずだね。ランシール左だよ。危ない危ない。下。アルシール。あれ？なんだこれ、スレってなるね。
わ、お金1万貯まってるつもりか。まあ今回2人仲間入れただけだけどね。2人っていうか、1匹と。あ、売ってんじゃん、それ。ホイミンスーツ。鉄仮面。パワーナックル。だって、機械内に最後の鍵探し旅をしている。しかし鍵を手に入れるには壺が必要だという。一体どういうことだ？壺に鍵が入ってるんだろうか。まあ、そんなゲームもあるかもね。にゃーん。ドキヤシ。ドキヤシ。うわー、みんなすごろく大好き。あとどこだっけな、どっかにあったよな。あと左上ですね。ノアニール。あれ、ノアニール、ルーラーで増えてる。ちょっと待って。あれは？ルーラで行けるようになったって、盗賊協会。嘘。何これ、古代竜って。ちょっと待って。聞いてないよ。ああ、よかった。ああ、やめて、マジで。もう、なんでジリア行こうとしてんのに、そういうことすんの。ですよね。すげえな、力17って。いやー、ムッツリスキルのドラゴンやばいね、ほんとにね。待って、ノアニール。教会なかったよな。教会どこが近いかわかんないもん。鍵取りに行こうとしてんだけどなぁ。謎解いて、まあ、鍵巡り次回やってもいいかな。だいぶ強くなるじゃん、そしたら。いや、強いね、ほんとにね。なんだろ、古代竜ってあんないないからね。すごいね、あれ。一筋縄じゃいかないね。ノアニールにもなんか怒ってるよな。いや、面白いね、本当にね。何回やってもこういうゲームはさ。ちょっと一つ二つ違うだけでもさ。待って、これホイミンスーツ装備してたらさ、成長見れないじゃんね。体でしょ、これ。体なんか装備できないの？体。鉄の鎧とかダメ？ダメか。成長見たいんだけどな。シーザーって。いや、やっぱ見たい。まあ、ちっちゃいじゃないですか、ドラゴンが。これだんだんでかくなっていくんだよ。ここら辺で1回ぐらい戦ったら、だってね、しかしびっくりしたように毒針でね。
あ、ないか。あそこ切らんって言うと思った。ここら辺で一回戦ったらレベル上がんない？セリア。ダメ？ 37 はさすがに性格大丈夫だよな。すげえな。全然ダメだね。どっちもあれだね。75くらったね。セリア防御でいいのかな。37はちょっと一撃死だよね。エジンビアまでいっちゃえばな。ブックマークなんだけどね。おーい、今マジかよ。しかもなんでしびれ。ちょっとそれはひどくない。よかった。ちょっとはやめてほしいな。よかった。頼むからセリア落ちないでね。次落ちたらとりあえずエジビアまで行っちゃうね。全部覚えるじゃんね。だぶっちゃけ花子さんじゃなくて、あ、ダメか。回復キャラ入れて、それ魔法使いに変えて、やんないとダメだよね。近いんだけどな。強い敵出てきたら結構アウトなんですけど。いや、ちょっとやばいかな。うわ、上がったでしょ。シーサーやばいね。夜の字幕青なのいいよね。ここは勇者だけエジミアの城。田舎のは帰れ帰れ。やかましいわ。消え去りそう。なんであれだけ。ん？空耳かな？やたら人をバカにする。いや、夜のお散歩ですか。それなら2階のテラスがおすすめですよ。この人ら私のような旅の者は居づらくてたまりませんな。何かにつけて田舎者、田舎者と。ああ、本当にね、とんでもないね。さて、メガザルロックが置いてある。とりあえず、ダメじゃん。大丈夫じゃん。バカ野郎め。なんもないか、これ。乾きの壺で、まあ、これで鍵を取れるから、まあ、そこまで行けばいいか。どこの上だったっけな。あ、あ、わかった。あ、ジパングの上の方だ。まあ、いいや、とりあえずこの城回ろう。あんま来たくないからな、ここは。
王様、お姫様はもうお休みになりました。入ってはなりません。もう僕は死んでしまうとは、なんと。田舎者、田舎者って何、むにゃむにゃ。すげえな。宿女への道。お、いいね。これ性格変わんないかな。おお、いいね、いいね。黄金のティアラ。まあ、はい、切れ物は、まあね、賢さが上がるんで。なんかなかったっけ？あった。盗賊の花とレミラーマ2つあればね、もう調べたい放題ですからね。5本、偉いとこを見られてしまった。ああ、内緒にしてくれんな。その代わりいいことを教えてやろう。西の大陸の、海岸に木に囲まれた小さな草原がある。そこ行ってみるがいい。まあそうだけどね。あそこってルーラーで行けんのかな。人は思いを馳せる。今は遠き遥かな田舎。田舎っていいですよね。本当は私も国へ帰りたい。そっか。じゃあ、ザーラルを覚えたいんですけどね。ここの上確か、あれ？待ってよな。あったあったあった。まあそこまで行って終わるか、今回。まあレベル上がると思いますけど、セリアやっぱすごいね。覚醒してくるんで、だんだんあの子は。早めのうちにレベル上げた方がいいのかな。で、そんなん知らなかったもんね。昔やった時さ、全クリしてから確かパーティー入れたような気づくから、これ入れながら行ったらどうなんだろうってずっと思ってたのよ。で、案外強いんですよね。ただ ASP がないから、どうにかしないとはいけないんですけど。右に精霊の泉とかあるけどね。まあそれはまた今度でいいかな。なんだっけ、オーブが8個あるやつ。なんだったっけそれ。そんなんやってたよね、自分。ドラクエ3のオーブが8個あるやつ。やべ、まあまあない。おう、セリアの HP やばいな。呪文使ってくるのあれ。おお、バギークロス使ってくるの。あ、でも魔力だろうな。でも危ね。危な。これママダイバギークロス使ってきたっけ、この人。知ってるってすごいよね。知ってると知らないじゃ全然違うよね、ドラケーってね。ここすっごい迷うんだから。これ初めてやった時すごい迷ったもん。迷ったっていうか、こんなんあるの分かんないじゃん。何やっちまった。宝に釣られた。え、これどこからだ。ちょっと待って。のあれ。スクロート防御。
やめろよ。マジかよ。何ドラクエ6の音楽で。うわ、投げ払えんの？でもこの二人でいける？ダメ？いやー、これは失敗した。バギー使ったらしょうがないもんね。マジかよ。無効化されたってなったら効かない。あ、ダメだ。でもラリフォーが効かなかったってことは、無効化されなければ、眠らなかったって出たもんね。無効化されたとは出てないから効くってことだもん。はい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 、そんなのあんのね。間に合うかな。35、5回使える。500あるのかな。あと マジか。こんなとこボスいって思わないじゃん。リメイクディガー、マジか。いやー、もうマジ勘弁して。いやー、あれ宝なんか何もなくて、あそこ小さなメダルが落っこってるはずなんだけどね。通行の一撃は怖いな。痛恨来るよな。あと4回しか回復できないな。いけるかな。舐めすぎたな。これ取らないとダメ。
自動回復してないだろうな。やばいね。うおー、あぶねーホイビでこんだけ回復するのすごいね。あと1回か。ダメかな。ねー、そんなのあと思わないじゃん。最後。うわぁ。うわぁ。マジかよ。こんな罠があるなんて知らないよ。こんなの。ロマンシング。ああ、マジかよ。なんだ、その勝ち方。うわあ、いい動画撮れた、これ。なんでここにあんのかよ。私は古が語り伝えるもの、イシスの砂漠の南、ネクロゴンドの山奥にギアガの罠あり。すべての技、その罠で。待って、これさ、セーブすんのはいいんだけどさ。セーブしてさ。あそこに小さなメダルあるはずあんだけどね。ちょっと待って。これ、先に上話したらどうなんの？浅瀬の祠でしょ？ああ、そっか。ああ。待って、待って、待って。いやー、すごいなー。この罠は、ひどいな。いやー、6人レベル上げないできたもんね。あれ？キメラの翼1個あるよな。どっかにあるはず。決めなきゃ、あったあったあった。はいはい。とりあえず、セーブデータ、もう一個あったからさ。あ、上だ。ここ小さなメダルだ。これ、先っこ、あ、鍵かかってんのか。あ、結局はこう最後の鍵ボスいたんだね。なるほどね。はいはい、やり直した。 OK ということで、今回これ終わりたいと思います。じゃあ次回ね、最後の鍵巡りやりましょうね。この子たちも強くしないといけないね。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、 X のフォローなどしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。